ヤンキース、山本由伸と対面交渉、438億円提示も、他にも、メッツとドジャースがビッグプレイヤー、三つどもえの争いか。ヤンキースは11日、ブライアン・キャッシュマン GM ら首脳陣がロサンゼルスに飛び、オリックスからポスティング制度でメジャー挑戦する山本由伸投手と対面交渉する。複数の米メディアによれば、ハルスタイン・ブレナーオーナーも今回の山本詣でに同席し、猛アピールする予定だ。ドジャースが取ればいいのにね。ドジャースはまだ金あんの？まあ今シーズンかなり節約してたからな、準備してたんだろうな。大谷を額面詐欺で搾取したから、まだペイロールに余裕はある。トップクラスの投手はヤンキースか、ドジャースに行ってほしいな。今のヤンカスなんて、ジャッジくらいしかまともな打者いないから、援護もらえず終わるぞ。大谷はまあわかるけど、山本由伸にそこまで価値あるんかねえ。日本でのピッチャーとしての活躍度は、誰か見ても山本が上と言えるレベル。まあただそれだけで花井の葉わかるけど、現時点でそのように疑問視する人は稀では。山本はピッチャー一本でチームに当てはめやすいというのもあるし、メジャーで通用するかどうかもわからんのに提示額高すぎ。ヤンキース行ってほしいわ。ドジャースどんだけ金持ちってんだよ。ニューヨークの2つとドジャースは金あるな。皆さんは山本選手の来季どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。